です。鈴木です。今日はね、ホムスタさんに来てるんですけど、確実に対象年齢じゃないゲーム機ってあるじゃないですか。まあ UFO キャッチャーとかは別として、ちっちゃい乗り物だったりとか、あのこう姿を当てたらその仮面ライダーとかプリンセスになれるみたいなやつ、それ実際楽しめるのかどうかと思うので、至極の1台やっていきたいと思います。この1台をやりに行こうと思うんで、あ、もう場所まで着きました。じゃあ早速やっ、対象年齢ですか？大人1名 OK だ。ああ、あの子供いる時の話ね、それここにね、ここに子供席があって、あの大人が付き添い用の席があるから、いないから、ここに、ここに今日いない降りてもらっていいですか？はい、出ました、アンパンマンポップコーンのやつ。絶対対象年齢じゃない。そうやろう。めっちゃある。キャラメルにしよう。味を選びましょう。はい、キャラメル味にしました。あ、トウモロコシがいっぱいだ。ポップコーンってトウモロコシから作るんですね。アンパンマン知らんかったらしい。豆を炒めるんですね。炒めますよ、炒めます。豆を美味しくできるよ。もっと炒めよう。あ、なんかめっちゃ音鳴ってる。あ、これ回すと、この絵が、テンドンマンやばいことになってる。テンドンマン、いや、テンドンマン、そうだよ。あ、疲れた、もうやめていいかな。まだできてないの？飽きた。じゃあ出来上がれば待ちます。そこは暑いから気をつけてね。できた。はい、完成しました。まだよく売ってません。めっちゃいい匂いする。楽しい。